こんにちは、みずきです。はい、本日はいつもの一つ縛りに一手間加えてこなれ感のあるヘアアレンジを紹介します。一手間加えるだけでグッとおしゃれ度がアップするので、ぜひ試してみてください。では動画スタート。はい、まずは 26mm のコテを使って全て内巻きにしていきます。毛先がくるんとなっていれば OK です。耳より前の毛を残すようにブロッキングしていきます。モチーフ付きのヘアゴムを使えば結び目が隠れるのでおすすめです。ブロッキングしたサイドの毛を残して手ぐしで縛っていきます。こんな感じです。縛れたらトップからバランスを見て崩していきます。少しずつつまむように崩していくのがポイントです。残ったサイドの毛を巻いていきます。外巻きでも内巻きでもどちらでも大丈夫です。巻き終えたら顔周りの毛を少し残して緩めの位置で軽く縛ります。そこから真ん中を割ってくるりんぱします。くるりんぱしたらゴムを少し下にずらしてまたくるりんぱしていきます。この辺りまでゴムが下がるようにくるりんぱしたら崩していきます。できたら後ろへ持っていき、最初に縛ったゴムの下に隠れるように2つを合わせて結びます。2つ合わせて結んだら最初にくるりんぱして仮止めしたゴムを外します。細いゴムを使って2つの結び目をくっつけるように縛ります。短く跳ねている場合はお水で巻きを少し取るとなじみやすくなります。あとは顔周りのバランスを見て少し崩していきます。かぶさるように崩すのがポイントです。顔周りを巻いたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。サイドの毛をくるりんぱしながらゴムで少しずつずらしていくだけなので、テクニックいらずで簡単にできると思います。今紹介したヘアアレンジはこのサイドにボリュームが出るので面長さんにおすすめのヘアアレンジです。私はカジュアルなコーディネートとか甘いコーディネートの時にこのこなれ感の出るヘアアレンジをよくやります。簡単にできるのでぜひ皆さんもやってみてください。他にこんなヘアアレンジが知りたいなどリクエストがあればコメント欄にお願いします。他にもおすすめのコスメを動画内で紹介しています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。